皆さん、bonjour! 都市キューバーです。先週金曜日にジャクソン・ホール会議が終わったんですけども、まああんまり大きなサプライズなかったかなと思います。FRB のボルギー長は、まあ、ずっと同じことを言ってる気もしなくはないですね。確かに今はインフレが収まりつつあるんだけども、依然として高すぎて、 我々目指している2%にとどまっていないので、まだまだ高いですよね。今のインフレは高すぎて、もうちょっと頑張りたいですよね。今は確かに3.3%インフレにはなっているんだけども、我々2%を目指しているんで、まだまだ足りないですよね。これからも頑張っていきますという話で。で、しかも、今は確かに収まっているんだけども、インフレはまた上がってしまう可能性も十分ありますんで、その時は、 さらに、金利を引き上げる余意もしていますよ。だから皆さんも気をつけてくださいね。もう、利上げは終わっているわけではないですよ。というメッセージはもう徹底したんだけども、まあずっと言ってることかなと思いますよね。なんで今回もあまり大きなサプライズもなかったかなと個人的には思います。なんで確かにインフレは収まっているんだけども、金利はまだ上がる可能性も十分あるというのはもうずっと言ってることなんで、それに大きな変化はなかったかなと思います。 ただ、もうもちろんインフレはもうだいぶ下がってきましたし、今年はもう金利が上がるんだったら、あと1回だけでいいかなと思いますよね。今の様子をも見ると、9月の FMC ではもうパスして、もう金利を引けるのはもう中止になって、で、次回の11月にはもうもう1回のところになっていますけども、まあ、もちろんこれも CPI とかいろんなデータを見てどうなるか見ていきたいと思います。ただ、もう言わないといけないのは、 金利がずっと高いままで維持されると、ちょっとだいぶ影響が出始めりますんで、できるだけね、あまり長い期間でその金利を高くする必要はないかなと思いますよね。もちろんこの施策はもう結構出てから、まあ半年後、半年とか、一年後には経過が、効果が出ますんで、もう少し、あまり過去のデータを見て話するんじゃなくて、もう少し、 将来予測した方がいいかなと思いますけども、FR もどうするのか見ておきたいと思います。で、他のところとして、こちらはファンドマネージャーにされた調査なんですけども、今後12ヶ月間、ま、15人は世界の経済はどうなると思いますかというところで選択肢として3つあります。まずずっと話されているソフトランディング、つまりインフレはちゃんと収まって、 かつ、経済に悪影響をなし。まあ、ほぼほぼ悪くならず。というところのソフトランディングの話と、他にハードランディング。ここはもう、インフレは確かに収まるんだけども、経済はボロボロなる。もう、失業率も高くなってしまいますし、経済も減速して、もうボロボロだった状態で、一応インフレは終わったというところと、で、最後にもノーランディング。つまり、 インフレはそのまま、経済もそのまま、ずーっと今のところの推移でいくっていうところで、一応今のコンセンサスとして、まあほぼほぼソフトランニングですよね。一応3つの色があるんですけども、これは調査の結果の6月、4月と 8月の結果なんですけども、まあ今は、のところでは65%で、まあソフトランニングを予想している人が多いというところですね。まあ大体3人に2人はもうソフトランニングを予想しているところかなと思います。で、あとはもうハードランニングは少しずつ減少していて、ノーランニングは少し増えていて、まあ大体おそらくソフトランニングの可能性の方が高いのは高いんだけれども、まだどうなるのか、まあ何とも言えないかなと思います。で、他のニュースとして、あと、 三つですかね。あるんですけどまず一つは、やっぱり中国株は厳しいですね。これは中国株、割るアメリカ株。まあ、つまり s ピ0 0なんですけども、そのリターンの比率です。なんで S800 と比べて中国株のリターンはどうだったのかを示す比率なんですけども、このここにリーマンクあって、 元戻って、その後には2009年からずっと減少していて、で、今はもう結構2001年以来の最低水準を突破している状態にはなっています。やっぱり中国株はなかなか厳しいかなと思いますね。もちろん政府も株主にとっていろんな施策も打っていますし、で、今結構大きな問題になっているのはやっぱり不動産ですね。もうこれもどうなるのか。 中国への経済の影響はどこまであるのか。もうだいぶ見えない状況なんですけども、やっぱりだいぶ深刻化する可能性の方が高いんで、あまりもう中株にあまり積極的に投資できない状態かなと思います。なんで、もうもちろんアメリカ株も上がっていることもありますけども、ここはもうだいぶ下がっているんで、この比率はもう自然に下がっている状況かなと思います。もう今だとあまりこの中株への投資をお勧めできない状況かなと思います。で、 あとはもうもちろんずっともう米ドルはもう噛みくずになります。もう純密通貨として終わっています。とずっとまあ大体3ヶ月前くらいかな。言われていたんですけども、ちょっと一旦冷静に見ておきたいと思います。この黒い線は世界中の支払いに示す米ドルの割合。つまり全体の支払いの中に米ドルはどのくらい使ったのかを示す割合なんですけども、上がってるんですよね。 うん。下がっていません。下がっていません。しかもこれは2013年ぐらいからのチャートなんですけれども、ほぼほぼこの10年間で過去最高を記録しています。46%なんですよ。ほぼほぼ世界史の支払いの半分ぐらいもベドルなんです。で、しかも言わないといけないのは、例えば60から減少したわけではなくて、40から上がったというところなんで、逆にこの合が増えている状態にはなっています。 で、もう一方の方で、このピンクの線は世界史の支払いに示すユーロの割合が結構減少しているんですよ。ほぼほぼ40から今は22ぐらいですかね。までに下がっていて、やっぱり依然としてベイドルは強い通貨になっているかなと思います。もちろん将来的にあと10年後、20年後、30年後には、これはそのまま維持するのか、下がるのか、また上がるのか、わからないんだけども、 今しばらくはまだベドラ強い塾かなと思いますよね。あまりビビらなくてもいいかなと思います。で、最後なんですけども、まあ、結構これはほぼほぼ毎回言ってるんだけれども、できるだけもう徹底したい。一番伝えたいのはずっとこれなんで、もう一回言っときます。これは S アンピコに投資した 時のの年間のリターンつまり5年間で投資して、このスライドして、この5年間の期間のリターンはどうだったのかを示すチャートなんですけれども、一応マイナスになることは一応あります。あまり少ないんだけども、一応たまにはあります。で、まあ、例えばこれは第二次世界大戦の前、まあ、大体の時と、あとは第二次世界大戦の時も下がりましたし、で、これはオイルショックですね、トスクフレーションの時に下がりましたし、で、これは ドットコマブルの崩壊と、これはリーマンショックですね。一応この時は結構大きなことがあった時に、5年間で投資しても一応マイナスになることも一応ありました。で、大体の比率として、5年間で投資したら88、88%の可能性で一応プラスになるくなります。で、11%、一応まあ大体、 10回で1回ぐらいは残念ながら5年間でもマイナスになることも一応ありましたというところなんです。で、もちろんこの投資の期間が短ければ短くなるほどこの損する可能性は一応高くなりますよね。なので、もちろん短期間で投資したいんだけどもそうしてしまうと損する可能性の方が高くなりますので、できるだけ投資の期間が高くしてほしいですよね。もうもちろん 5年間でそうですけども、もっと10年間、20年間になるとどんどんこの可能性が上がりますんで、できるだけ長期投資でお願いできればと思います。で、参考までに、一応5年間で最高のリターンは、 3ン7まあまあまあ、それはそ、そう、ここれですね。もうこういう、もう置いといて。で、最低は、マイナス60%。これも、ここなんで、これはちょっとね、あまり参考にならないかなと思います。この、世界大戦の前の状況は、あまり参考にならず、一応まあ、それを平均したら、5年間で72%のリターンで、まあ、だいたい、何、ン0%ぐらいのところになっていますんで、まあ、できるだけね、長期投資して、コツコツと何かあっても、 株が下がっても上がってもずっと投資を継続してもらって長期間で見た場合のリターンに集中してもらった方が安心かなったとずっと思っていますので皆さんもぜひそういうふうに投資してもらったらいいかなと思いますではこれで終わりしたいと思います皆さんご視聴ありがとうございました この動画は良かったと思っている方は、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、Twitter をもやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。リンクは画面に貼っていますので、ここによったらばと思います。最後に、皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ、その方にコメントしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。 それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。